園長どこ行った？園長え、いないの？え、いないんすか？ふがふが言ってるはずの園長がいないんだけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ということで今回はこのゴーパークとやらに行ってみましょうかね。ん？なになになに？なんか可愛いんやけど、鼻の匂い嗅ぎよる。ヤドン。いいね。触れ合い中。あの子は何を見てるんだ？お、ビリリ玉が奥におる。何？お腹の中の子供と？なんかビリリ玉今跳ねよった。いいね。なんかそこら中にポケモンが。全然追いつけてないよ。ラッキーが応援してくれよるけど。やっぱこうやっていっぱいね、ポケモン仲間たちがおったら、イーブイも嬉しくなるね。何あれ、豚の鼻みたいなのが。あ、カブト？カブトか、あれ。巨大な豚の鼻かと思ったよ。はしゃいでるね。楽しかった？いいね。いろんなポケモンいっぱい、サファリゾーンにようこそ。いいね。でかいガルーラ。何やってんの？あのアイテムボール欲しいって思った？僕もさ。え、あれ生き物なの？アイテムボールにしてはでかすぎでしょ。さあ、多分どこかしらにね、サファリゾーン今週の目標、頑張ってポケモンより早起き。それちょっと難しいんじゃないかな、わからんけど。どこかに入れ歯をなくした園長がきっとおるはず。19番水道方面で金色に光る何かを見たぞ。すごいお宝かも。19、え、もしかして入れ歯じゃない？違う？きっとそうやと思うんやけど。あ、ケンタロスや、かっこいい。手前のは茂み方だの。うちの園長、あだ名ヤドンって言うんです。ほら、ポケモンのヤドンってとぼけた感じでしょ？園長、そんな感じなのか。ヤドンさんってすごいポケモン詳しいんだ。見たこともないポケモンの化石とか持ってるし。欲しい、私も。お、ガルーラ。いいね、いいね。ヤドン園長、こなれ釣りに出かけてからというもの、何やらずっとふにゃふにゃ言ってんだ。ボケたのか？あ、やっぱり入れ歯がなくなったんやね。じゃ、ちゃんと渡してあげるから。どこ？ヤドン園長。ここは事務所ってことでいいんかな。サファリゾーンフレアエリア事務局。事務局、ここか。もしかしておるの？この先ゴーパーク名物ゲーム、導いてポケモン。何それ。あ、ケンタロスってあれなんや。尻尾3つもあるんや。初めて知ったんやけど。少し古いサーフボードが立てかけてある。もしかして乗れるようになったりとかするんじゃない？これどうよ。このラプラス年寄りだけど綺麗だろ。昔は一緒に波に乗ってどこまでも旅したものさ。年寄りとか全く分からんけどね、ポケモンの。ラプラスはもうあんまり泳げないから、あとは俺もここでずっとそばにいてやるんだ。聞いてくれてありがとな。俺に水の上を進める秘術、水走りを教えてやるよ。水走り、あれやね、技の名前まで忍者みたいな。あんたのイーブイ一緒に覚えたいって。水ポケモンじゃないのにできるかな。まあ、ほら、イキイキバブルとか覚えとるけん大丈夫よ。ラプラスと同じ意味をしてるな。よしよし、わかった。じゃあ教えるぞ。いいか、水の上でバランスを取るんだ。重心を落として上半身で安定させろ。おお、乗ってる乗ってる。イーブイは秘術水走りを覚えた。波乗りピカチュウならぬ波乗りイーブイやね。よーし、優秀だ。そのボードもやるよ。一緒にどこまでも波に乗っていくといい。やった、これで泳げるようになった。街の中に確かあったよね、なんか泳いでアイテムを取りに行く場所が。さあ、そして園長は一体どこにいるんだ。ここか、ゴーパークのところにいるのか。お、なんかいっぱい人がおる。どうもお姉さん。どうも。ポケモン取りに行こうって言ったのに、コウジどこなのよ。あ、外におったよ。外におったよ、あつこさん。あ、なんか写真がいっぱいある、かわいい。え、これ超かわいいんやけど。何、色違いピカチュウのやつ。あ、こっちなんかさっきね、イーブイの進化系がいっぱい写っとった。いいねいいね、なんかワクワクする。お父さんとここで待ち合わせ。捕まえたポケモンもらうの。
早く帰ってこないかな。お父さん誰やろ。私今まで会ったかな。会ってないかな。わーい、お姉ちゃんが僕のスイッチにポケモンを送ってくれた。私の捕まえたガルルとポニータとミニリュウあげる。うん、いい兄弟じゃないか。ゴーパークへようこそ。何をしますか。ゴーパーク、あ、これはなんか連れてきたらなんか引数が増えていくってことかな。プレイエリアっていうのは何。プレイエリアで遊ぶには同じポケモンが25匹。あ、そういう風にしたらあのピカチュウみたいな感じになるってことなんかな。ここから先は、あ、入ってはいけないのか。なるほどね、そういうことなのね。え、てかマジでさ、園長おらんのやけど。園長どこ行った。園長、え、いないの。え、いないんすか。ふがふが言ってるはずの、え、園長がいないんだけど、なんなの、どこにいるの。え、違う、外におるんかな。外におるっていうことなのだろうね。あつこさん中にいたよ。あつこさん中にいましたよ。これフレンドリーショップね、多分。で、なんかどこかしらに泳いで物を取りに行く場所があったはず。じゃあそれを取りに行きたいんだけど、あ、こっち違うね。こっちあの南蛮水道とかそっちやね。あ、あっこ、あ、泳いでるとこじゃなかったわこれ。裏に出ればいいだけかな。あ、これかもしかして。アイナは園長に金の入れ歯を渡した。いきなり。何かを話しかけることなくいきなり。園長はもらった入れ歯を急いで口にはめた。うわ、それでジャリジャリや。いや、すんまへん、ほんま助かったわ。誰に何言うても全然通じへんし、恥ずかしゅうて事務所も顔出せへんかったんや。そや、嬢ちゃん、お礼にこれあげたるわ。お、アイナは園長からサファリセットをもらった。アイナはサファリセットを着替えトランクにしまった。さらにおまけや、ええこと教えたろ。手術押し出しや。あ、もしかしてそこの岩を押せる。やったね、秘術2個もゲット。お、なんやなんや、ジョーちゃんとかポケモンが秘術覚えよるんか。まあどっちでもええわ、こっち来てみてみ。あ、2個もある。ええか、こういう大きいブロックが、ん、大きいブロックがどっか洞窟なんかで見つかる時がある。これ力いっぱい押せば動かせるんやで。今まで見たことないよね、こういうの。やり方はしっかと歯食いしばって一気にこうや。その衝撃で入れ歯が取れたわけですね、歯食いしばったから。イーブ、秘術押し出しを覚えた。おお、一度で押し出しを覚えよった。ジョーちゃんのイーブは頭ええな。てか力あるな。やばくない。は、これを押しましょう。イーブ押し出しでブロックを押せるようになった。おお、え、なんかディグダおるんやけど、どうした。お、アイナはディグダから金の玉をもらった。あ、ありがとう。え、なんなの。なんなの。勝負も何でもどんどん押せ押せや。なるほど、これでもうどこまでも押せる感じ。あ、これ以上は奥に押せない。あ、これやね、化石とかのくれないんすかね。くっそ、くれないのか。え、でもあの、あそこから裏に出れるわけじゃないよね。じゃあ隣の家からか。あ、どうも。情報交換の場として留守中家を貸しとるんだが、ベテランたちの白熱した空気でムンムンしとるよ。お、何かしらいい情報が聞けたりとかするかも。続けて同じポケモン捕まえると連続ゲット、うまくつなげると色違いのポケモンが出やすくなるって噂だ。あ、ここから奥に行けるよね、きっと。たくさん同じポケモン捕まえてると、そのポケモンを捕獲した後道具を見つけやすくなるぞ。わしの場合は石つぶてや弱くだな。ガッハッハ。道具もないんや。パイルの実食べさせてからポケモン捕まえると、その後道具見つけやすいよな。な、あ、なに、木の実によっても違うの。ポケモンを捕獲する際ボーナスがつくケース。1、枠が小さい時にボールを当てる。2、一発でポケモンを捕まえるなど、経験値を多くもらえたり、いろいろいいことがあるぞ。へえ。さあ、この奥に確か道具が落ちていたはず。ほらほらほら、水のそばやったね。アイナシルバーコロンを見つけた。ここやろ。
セキチクシティのジムは、はい、来た毒ポケモンよね。どんな感じやろ。何、なんかめっちゃ霧、あのなんか中央にあった畳は一体何なの。あれ、オースミラインチャンピオン、ここセキチクシティにはサファリゾーンがあり、たくさんのポケモンと出会える。セキチクジムではたくさんのポケモンと出会ったトレーナーを歓迎している。よって、お前がポケモンを50種類以上捕まえたトレーナーかどうかを、あ、大丈夫、それは改めさせていただく。捕まえた数52種類、このセクチクジムに挑戦できるでござるな。あれやね、お、今日やん。どうも、ファファファ、拙者の変幻の術に驚いたか。勝負においても変幻自在の技でお主を驚かせようぞ。あ、で、中央におるわけ。いつ見てもすごい術だな。俺そっくりだったろ。よし、先へ進め。怪しの技を味わってこい。あれ、あれ、あっという間に着くことない？あ、見えない壁みたいなのがある？そういうことか。なるほどね。おっと、待ちな。関地区ジムの名物、見えない壁システムはどうだ？どうもこうもないよ。初期の時ってさ、あれじゃなかった？なんか、からくり屋敷みたいな感じじゃなかった？猛獣使いの俊平が勝負を仕掛けてきた。俊平って顔じゃないけどね。やめてよ、毒に毒を塗り重ねていくのはやめてよ。もうすでにさ、レベルの高いゴローンがもうちょっとやられかけてるんだけど。つらい。お、リザードレベル34、よき。ほう、やるじゃないか。ありがとう。褒められたよ、褒められた。お前は骨がありそうだ。特別にヒントを教えよう。見えない壁はよく見ると仕切りが見えてくる。分かってるよ、そんなこと。こっから行けるんかと思った。全然分かってない。でもこの辺なんか入っていけるところがあったりとかしないのかい。え、でもこれいけんやん。こっち側はまあどこも行け、一方通行これ、もしかして。あ、あ、こういう感じか。なんか空間が結構あるんやね。なるほど。はい、どうも。ただ強いだけではダメだ、わかるか。ポケモンはテクニックだ。このジムに来たからには、そういうポケモンの奥深さ、たっぷり教えてやる。ありがとう。ありがとう、教えてくださいな。エリートトレーナーのレンが勝負を仕掛けてきた。いけい。はい、オッケイ。まあ、一応倒せたけど。お、ピカチュウレベル39。よき。ただものではない。ただもの、どうなんやろうね、わからん。子供のトレーナーとはいえ、パワーだけでなく、テクニックも磨いてるな。ありがとう、ベタブームフェンサレだよ。めっちゃ嬉しい。さーってことで、先に進んでいこうか。これはなんか、あ、この辺通れないのか。こう行くしかないってことか。一方通行しかないってことかな。マジシャンだった俺は忍者に憧れてこの関地区ジムに入った。なぜ忍者に憧れたの？マジシャンとなんか関係あるっけ？やっぱからくり的な。ジャグラーのジョージが勝負を仕掛けてきた。お願い。よし、いけ、花びらの前に。オッケーオッケー。あ、この人一匹だけなんやね。よし、やられた。しょうがないよ。そんな入れ酔いでね、忍者に憧れても。たとえ負けても俺は忍者マスター。今日の教えに生きるつもりだ。今日は忍者マスターなのか。初めて知ったよ。俺のポケモン、怪しの技たっぷりと味わいな。何？エスパータイプ？とかそういう感じ？ジャグラントニーが勝負を仕掛けてきた。お、3匹も連れとるやん。雷パンチ。マジか。マジか、やめてよ。でもいくら雷をまとったところでパンチだけどなって感じするけど。まあでもそこをノーマルじゃなく電気タイプになったら大丈夫。よし、オッケーオッケー。そうか、お前も技使いか。いや、技はまあ使うけど。
ポケモンのね。戦い終わった後でも毒眠りといった効果は残るところが好きだぜ。あれめっちゃ嫌なんやけど、まあ、かけられる側やけんなんやろうけど。ね、超嫌。あ、ここ後ろ通っていけるやん。あ、君には見つかってしまうのか。この俺も忍者今日の門下生。忍者は昔からよく生き物を使ったという。あ、だから猛獣使いの自分もいけると。なるほどね。猛獣使いの後期が勝負を仕掛けてきた。いけー、よきよき。まあなんかすごい間抜けな終わり方やったけどね。ガオーン。自分が吠えるんかい。まだまだ俺には修行が足りないみたいやね。もうちょっと頑張ってきてね。もうこれあと今日のところに行けばいいだけやね。オッケー。え、消えたんですけど。ファファファ。おお、増えた。コアッパごときが拙者に戦いを挑むとは片腹痛いでござる。何、本物を見破れって。相手に手出しもできぬまま食らった毒で自滅させる。お、忍びの技の極意を受けてみよう。普通に勝負してくれるんやね。さあ何匹だ。3匹かな。4匹や。ジムリーダーの今日が勝負を仕掛けてきた。お、またドガース。さあどうしようかな。レベルはどれぐらい。1匹目、43。結構高いね。これはちょっと不思議花でいこうかな。いきます。よし、行ってこーい。お、毒毒効かんねや、不思議花。なるほど、よき。そう、守るマジでやめて。まああれやね、今日は自分の門下生に守るをめっちゃ推奨しとるけん、絶対技マシンの中身は守るやけん。もう予想するわ私。花びらの舞。おお、まさかの大爆発。これ自爆やろ。ほら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 。マジか。でも倒す手も省けていいけど。こっちが耐えれるポケモンだからね。まあよかったけど。ゴルバット。これはもうピカチュウでいくわ。これはさすがに飛行タイプ入っとるやろ。はい、ピカチュウでいきます。ねえ、もうなんかそんな、秘術とかなんとか言いながら全然大爆発とかで自分がお亡くなりになるっていう。つら。ここも後ろがなんかさ、ほら滝やぶを飛び降るゴルバットとかさ。お、一発で。あれはモルフォン。一番右がベトベトンかな。いいね、かわいい。はい、そしてお、シャワーズレベル39。いいね。シャワーズにはなんかどん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 水タイプの技を覚えていってもらいたいんよね。お、ベトベトン。そのまんま行こうかな、とりあえず。お、ってことはもしかしてこの後はモルフォンか。確か今日ってモルフォン使いよっていうような気がせんこともない。せんこともない。どうやったやろ。雷だ雷だ、頑張れピカチュウ。雷、どこからともなく現れる雲。ね、室内なのに。あー、毒を食らってしまった。つらい。頑張って耐えて。あ、でも毒のダメージはそんなに多くないね、ピカチュウは。オッケーオッケー。二度蹴りとかどう。そう、守ってんじゃねえよ。2個目は攻撃受けるとかそんなこともないんやね。2つとも防ぐんや。よし、いけ、二度蹴り。あ、全然効かない。全くもって効かない。で、ここは普通に雷で行った方がいいね。あー、やばい。あ、自力で毒を治せるの、すげえ。そんなことができるんすか。
あー、クソ当たらんかった。あー、耐えてくれるかなと思ったけど無理やったか。よし、じゃあゴロンでいきます。さあ出ておいでゴロン。あとちょっとやけん、あと2匹やけんね、頑張ろう。あー、くそー、守らないで守らないでね。やっぱりこれ使われたら毎回必ず守られるけんね。岩流れ、よっしゃー、あと1匹来いよ来いよ。あー、ピカチュウにも残っといてもらいたかったね、レベルがレベルを上げたかったね。ほら、やっぱりモルフォンや。うーん、モルフォンか。このまんま行きましょうかね、行きましょう。ほら、モルフォンってことはここでピカチュウもまた出してきたかったはい、それじゃここで雷パンチを。あー、強い雷パンチ、よし、いいぞいいぞ。でもあと1回でこれやられそうだよね。あと1回虫のさざめきたら、ほらだと思ったよ。あー、ほらー、つらい。頑張ってくれ。不思議花、不思議花でいく。シャワーズ、ミュウ、リザード、ここに来てリザードでいこう。あと少しだ、頑張れ。火の粉、炎の渦、火の粉で。でもここはレベル、あーと、よし、効果抜群。最後リザードで仕留めたってことでいいね。あ、でもあとちょっとやったな、レベル上がるのお主やるでござるな。褒められた、褒められたんでいいかな。そら、このピンクバッジを受け取るがよい。やったね、ハイタッチ。アイナは今日からピンクバッジをもらった。ピンクバッジを持っておれば誰のポケモンでもレベル70まではお主に従うようになる。そうだ、これをお主に。お、アイナは今日から技マシン27、毒、そっち守るじゃないんやアイナは技マシン27を技マシンケースにしまった。400年昔より我が家に伝わるポケモン技、技マシン27には極意毒毒が封印してある。毒毒は毒を浴びたら一ターンごとにどんどんダメージが大きくなる。これは相手に恐怖を与える技でござる。そんなに使いよらんかった気がするけどねさあ、そしてイーブイがイーブイの足先からまだドキドキが伝わってくる。かわいいなかわいいじゃねえか。あ、もうここまっすぐ行ける。あ、てか何の仕切りもなくなったんか。なるほどね。はい、ということで、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、よかった。なんか毒に対抗できるポケモンがどれかっていうのは私いまいちよく分かってなかったんやけど、まあなんとかね、ピカチュウという犠牲は出てしまったけど勝ててよかった。